最大のビッグイベント、これよりユナイテッドナショナルヘビー級選手権夢の対決が行われますが、まずチャレンジャーの入場でございます。ご存知、超満員の田園コロシアムにスカイハイが鳴り響きます。スカイハイです。ファンクラブのちびっこファンによりまして、ミル・マスカラスが肩車にされました。堂々の入場です。絢爛豪華なマスカラスファッション、どうぞご覧いただきましょう。夕方から降り続いておりました小雨も、どうやらミル・マスカラスの人気といいますか熱っぽい雰囲気になりまして、一瞬雨が止みました。リングコンディションもまあまあの状態で試合ができます。チャレンジャーのミル・マスカラス、大変な人気です。この会場に今日は3時頃からチビッコファンが大勢駆けつけておりました。大変な人気、千の顔を持つ男ミル・マスカラス、チャレンジャーです。花吹雪が舞います。なかなかリングに近づくことができません。さあ今リングに登場してまいりました。千の顔を持つ男、千両役者ミル・マスカラス登場。さあそして反対側のコーナーからは若き二冠王ジャンボ鶴田選手が、今度はジャンボのテーマミュージックチャイニーズカンフーで入場してまいります。リングサイドはもう騒然としております。ちびっこファンが少しでもミル・マスカラスの体に触ろうとしております。さあチャンピオンの入場、少年の口笛が聞こえます。テーマオブジャンボチャイニーズカンフー、さあ聞こえました。鶴田です。マスカラス人気、何するものぞ、息の根を止めてやると息巻いておりました若き二冠王26歳ジャンボ鶴田。これまたファンクラブの少年ファンに肩車されまして、今リングに登場してまいりました。ものすごい人気です。黄色い声援が飛び交います。今登場チャンピオンジャンボ鶴田。さあいよいよこれより両選手の紹介でございます。オーコーナー挑戦者236パウンドミル・マスカラス、大変な人気です。オーバー仮面を今リングの外に投げました。チャレンジャーミル・マスカラス256パウンド、ジャンボ鶴田、若き二冠王鶴田、ジャンボ鶴田。レフリーは NWA オフィシャルレフリーの城樋口さんでございます。さあいよいよ夢の対決が実現いたしました。会場に来ているちびっこファンも、それから山田さん、テレビをご覧いただいておりますちびっこファンも、夏休み最大のプレゼントじゃないですか。そういうことになりますね、しかしね、こうやって喋っててもね、私までがなんか、ね、ワクワクするような、ね、雰囲気ですね。本当ですね、完全に雨なんか吹っ飛んでしまいましたね、夕方からかなり心配されたんですが、いよいよ名イベント登場ということで雨がピタリと止みました。さあ試合の方は60分の3本勝負で行われます。素晴らしいマスク、絢爛豪華なマスク、ミル・マスカラス、今日はグリーンを基調にしています。さあ試合が開始されました。山さん、60分3本勝負で両者が戦うのは初めてなんですが、まず勝負のポイントどうですか。そうですね、スタミナという点ではね、私ジャンボが上だと思います。そして技術的な面は五分と五分、問題はね、やはり精神力にあるんじゃないかと思いますね。まあもちろん試合展開がですね、空中戦になるか、あるいはリング上の粘っこい寝技の対決になるかということで、ちょっと試合の展開は分かれてくると思いますけれども、もし空中戦になった場合は、むしろ私は今日のような場合ジャンボの方が有利じゃないかという見方をしますね。そうですか、
あるいはですね、そのですから予想外の展開になってマスカラスが空中戦をやらずに粘っこいメキシコ流の寝技に持ち込む恐れも十分ありますね。なるほど。そもそもこのミル・マスカラス対ジャンボ鶴田の夢の対決は空中殺法の本家と自称しております。このミル・マスカラスがメンツを守ろうとしてマスカラスが仕掛けたわけですけれども、ジャンボ鶴田も空中戦で相手が来るならよし受けて立つというような返事をしております。目には目をというような発言をしてましたがね。そうなんです。ですから今までのムードとしてはですね、はい、空中戦でということで、展開してきたわけですが、ここでやはりね、その勝とうという気持ちがあれば、あるいはその作戦を無に返してですね、はい、全く新しい方向でということも考えられるわけです、はい、なるほど。鶴田が両方の肩に乗せました。ウェイトの軽いミル・マスカラスを肩に乗せましたが、おっとフェアに分かれました。マスカラスのコーナーにミル・マスカラスを返します。正々堂々勝負を挑みます。ジャンボ鶴田ミル・マスカラス戦、気持ちがいいですね。気持ちがいいですね。やはりね、こうあるべきでしょう、はい、この2人の戦いをね。今日は両者の試合もさることながら、超満員のお客様の特にちびっ子ファンの応援合戦も見ものですね。そうですね、もうコーナーにですね、はい、両陣営のね、もう親衛隊が陣取ってすごいですね。黄色い声援です。レッツゴージャンボ、赤のユニフォーム、それからゴーゴージャンボ、横幕3段に分かれました。鶴田です。足を取りに行きました。ミル・マスカラス。しかし山田さんね、空中戦には空中戦で戦うといかにもまあタイトルホルダーらしいジャンボ鶴田の意見なんですが、しかしタイトルがかかっているだけに守る手段も講じなくてはならないんじゃないですか。当然そうですね。ですからマスカラスはですね、はい、空中戦で行くぞというジェスチャーをずっと通してきましたね、はい、それに対していわゆるジャンボは受けて立つと言ったんですが、マスカラスが空中戦を仕掛けてこないとすれば、あるいはジャンボの方もですね、そこのところ作戦が非常に難しくなってくると思います、はい、サードロープににじり寄ります。ジャンボ鶴田であります。前回放送でお送りいたしました、これはタッグマッチだったんですけれども、前哨戦の時には実にミル・マスカラス回転エビ固めで捉えました。盛んな応援合戦であります。あの回転エビ固めというのは電光石火、まあ、裏をかかれたというジャンボ鶴田だったんですけれども、この辺りも今日の決戦怖いですね。そういうことですね、やはりあのマスカラスはですね、非常に瞬発力のある選手ですね、はい、ですからここ一番一気の逆転技というのがありますからね。なるほど。寝技に持ち込みましたが、それでは一つここで両選手の体格を比較してみましょう。ジャンボ鶴田は197センチ115キロ、チャレンジャーのミル・マスカラス176センチ108キロ、身長の差が実に21センチあります。この差はどっちが有利ですか。やはりね、これはあの一番基本的なことですが、大きいジャンボの方が有利ですね。そうですか、ええ、しかしミル・マスカラスとしては空中戦を得意としているだけに、的が大きい方が焦点が絞りにくいと、こういう見方はどうでしょう。ええ、それはありますね、はあ、ただあの同じですね、両者のドロップキックを比べた場合、ジャンボのドロップキックは一発でもですね、非常に飛距離が長い、しかもジャンプ力がある、なるほど、狙いは正確、まあ、それに対してそのマスカラスの場合ですね、体が小さい、まあ、瞬発力を生かしてですね、連発式のドロップキックを打つわけですがね、果たしてこの両者のドロップキックどちらが有利かということになりますと、これは私の見るところではジャンボの強力な一発の方が有利だと思いますね。ははそうですか。強力なヘッドシザースであります。ミル・マスカラスなかなか抜けません。一回転いたしました。ちょっと鶴田の表情が放送席からは盗めませんが、かなり顔面好調しております。かなり強烈ですね。でから今までですね、マスカラスはかなり動きをセーブしてますね。本当ですね、がっちりとヘッドシザース、首の根元に食い込んでいます。さあじりじりとリングの中央にポジションを取ります。鶴田がポジションを取りました。しかしヘッドシザースなかなか離れません。かなり完璧に入ってますね。そうですね、はい、パーフェクトに決まりました。今また手でフォローしてますね、そして両方の手でジャンボ鶴田の首の後ろあたりを押さえつけました。今離れました。リングの中央、どうでしょう山田さん。ミル・マスカラスの唯一のウィークポイントとして、おっとおっと足殺しに行きます。ジャンボ鶴田瞬間足殺しに行きました。ちょっとリングの上が滑るようですね、相当夕方雨が降りましたからね。雨はかかりと止んでおりますが、やはりリングコンディション、どうやらマスカラスの作戦としては、はい、今のような粘っこい痛め技ですね、痛めつけておいてチャンスと見たら一気に飛ぶという作戦かもしれませんね。なるほど。
時折キャンバスが滑るようでございます。左の腕取りに行きました。ブリッジで逃れます。ジャンボ鶴田。山さん、先ほどもちょっと触れられておりましたが、ミルマスカラスの唯一のウィークポイントというのは体力にあると、こういう風なお話ですね。そうですね、やはりね、あのこういった筋肉質の人ですね、はい、どちらかというと長時間の戦いということになると、やはりちょっと不利なんじゃないかという気がしますよね。なるほど、そのミルマスカラス、スタンディングサーフボードスタイルに取りました。しかし山田さん、このミルマスカラスは1969年にその当時チャンピオンのドリーファンクジュニアに NWA の最高峰にチャレンジしてですね、フルタイム引き分けというような実績がありますね。もちろんあの何回もですね、フルタイムの試合をやってるんです、はあ、ただそれはあの相手がですね、どういう試合を挑んでくるかによっても変わりますね。なるほど、まあ、ジャンボの場合常に動き常に攻撃し、うん、というタイプだけに戦う相手の選手としてはきついと思いますよ、はあはあ、幻想的な覆面ミルマスカラス打ち勝ちました。フェオッツの体勢からスタンディングサーフボードホールドに取りました。膝をついておりますのはジャンボ鶴田、選手権者です。3回目の防衛戦でございます。アメリカフロリダの試合でビル・ロビンソンから奪還して、バロン・フォン・ラシク、大木金太郎、バロン・フォン・ラシクには2対1勝利、そして大木金太郎には引き分けですが防衛、過去2回防衛を果たしております。我が国二冠王ジャンボ鶴田。さあフェオッツ、どうしてもジャンボファンの黄色い声援のためにも今度は取り返さなくてはなりません。背中に頭をつけました。あっと、うまい、うまい、マスカラスうまい、テクニックですね。さすがにね、こういう展開になりますとね、はい、マスカラスさんうまいですね。うまいですね。両者の対決、今のところペースを取っているのは山さん、マスカラスと見ていいですね。そうですね、しかし焦っちゃいけません。焦っちゃいけない。ジャンボはね、ここであんまり向きになることないですね。はい、おっと、逆さ押さえ込みですね。逆さ押さえ込み早いですね、実に早い。そして今度はフィンガーロックに行きました。こういう技だけではですね、直接フォールとかギブアップにおそらく結びつかないでしょう。ジャンボの体力がありますからね。なるほど、ですからこういう攻撃の時はあまり向きにならない方がいいですね。そうですね、どうやら若きジャンボ鶴田をひたひたとゆっくりと、おっと巻き投げ、素晴らしい巻き投げ。フェイントがかかりましたね。かかりましたね、あのフェイントなんかは目のいいジャンボですけども、盗めないんですか。ちょっとあの回転が速いだけにね、はあ、ちょっと難しいでしょう。そうですか。華麗なるミルマスカラス、今度はチキンウィングの体勢ですね。逆ですね、はい、この固め技がなかなかうまいですね。両方の腕の付け根天井を向きました。しかも逆さに抑えられています。足が首にかかりますとね、はあ、一種のクラッチになりますからね。そうですね。さあちょっとこれは厳しいホールド技になりました。さあ鶴田がこれをどうやって跳ね返すか。鶴田には若さがあります、バネがあります、そしてタイトルを守るという気迫もあります。ジャンボ鶴田、うん、いいですね。何気ない動きですが ね、はい、ロープへ持ってったと、これで完全にブレーキですからね。ブレーキですね、上樋口が両選手を分けました。まだミルマスカラスの得意技空中戦法は見られておりません。いつフライングクロスアタック、ダイビングボディープレスが爆発するでしょうか。さあフルネルソンに捉えて、さあ今度はボディシザースに捉えます。うまい変化技。攻撃に転じたのはこれがジャンボ鶴田初めてですね。そうですね、主導権を握りました。まあ、お互いね、こういうコンディションだとやはり痛め技の攻防ということが当分続きそうですね、はい、雨こそ止んでおりますが、今日は屋外でのタイトルマッチ、暗雲が垂れ込まれております。レイエンコロシアムです。超満員、一本目の勝負です。このヘッドシザースをどうでしょう、どういう風にほどきますかね。やはりね、マスカラスはボディシザースの場合、これあの回転しないとちょっと取ることは難しいかもしれません、はあ、それでなければ足への、お、回りましたね、回りましたね、あれですよ、はい、足への攻撃をまず仕掛けておいて、それですかさず回転しましたね。なるほど、かなりジャンボ鶴田の締め技、おっと、ローリングヘッドシザース、ローリングヘッドシザース、見事に成功決まりました。ウェイトの重いジャンボ鶴田の首に両方の足を引っ掛けました。ローリングヘッドシザース、よく決まりますね。そうですね、いわゆる
思い切って足を伸ばしてクロスしてヘッドシザーズに持ってった瞬間にドロップかけるですね。さあ今度はジャンボ鶴田が半身の体勢になりました。ウェイトでもジャンボ鶴田が勝ります。またしても返されたローリングヘッドシザーズ。やはりね、呼吸と言いましょうか、はい、足のひねる力はかなりのもんですね。この覆面です。ゴージャスなムードです。見事にビルドアップされた上半身ミルマスカラス。山さんね、入場の時にも私思ったんですけれども、お客様を興奮させるということは、まあ、レスラーの必須条件と言われておりますが、そういった意味ではこのミルマスカラス、トップレスラーですね。そうですね、やはりね、そのアポロのような、ね、はい、体と言いますけれども、これだけ見事にビルドアップされた体というのはそうザラにはないですね。そうですね、それとマスクマン独特のその神秘的なムードと言いましょうか。さあ鶴田の攻撃、さあ鶴田の攻撃、逆襟の体勢であります。お尻の位置はどうか、お尻の位置はどうか。さあ腕立ての体勢でこれを跳ね返そうとするミルマスカラス。力の入る一戦、筋肉がぐーっと盛り上がりました。首の力は非常に強い、首の力は非常に強いミルマスカラス。さあ踏ん張るか。さあジャンボ鶴田、会心の力を込めてぐーっと重心を落とした。ミルマスカラスも跳ね返す、すごい腕の筋肉だ。さあどうだ、跳ね返しました。腕の筋肉もさることながら、山田さん、ミルマスカラスの首の力ですね。そうですね、ものすごい力ですね。まあかなり強靭ですね、はい、さあスライディングしてレッグシザース、畳み込みに行きます。固め技に入りました、固め技に入りました。なんとしてもこの固め技がうまいミルマスカラス。このミルマスカラスというのは、山田さん、空中戦法がまあ代表的な技と言われておりますが、どうして固め技が得意なんですよね。そうですね、空中戦法と俗に言われているのは、はい、これは一種の決め技と言いましょうか、そういったものが多くて、はい、実際の攻撃に使っているのは粘っこいの技がかなりありますね。サイドのヘッドロックミルマスカラス、肩から当たるジャンボ鶴田。さあどうだ、両方ともどうだ、フライングクロスアタック、フライングクロスアタック、マシンガンが出るか。さあどうだ、もう一回いった、マシンガン、フライングクロスアタック2連発。さあ鶴田苦しい、鶴田苦しい、さあ苦しい、さあ鶴田が苦しい。そしてバックからの攻撃、すかさず寝技に持ち込みました。足はどうでしょう、足の位置は山田さん絡まってますか。ちょっと見えないですね、左の足はどうやら太ももの辺りに食い込んでますね。絡めてますね、はい、すかさず寝技に持ち込みましたが、しかし慎重ですね、マスカラスね。あそこでね、フライングクロスアタック2連発、普通ならばホールを狙うんですがね、はい、また寝技ですね。一度はカバーに入りますがね、やはり若いジャンボ鶴田のスタミナを知っております。これはあるいは駆け引きかもしれませんね。そうですね、それにしてもいつもとはちょっとファイトぶりが違ってますね。本当ですね、何かじっくりとじっくりと攻め込んでいるというような感じがいたします。チャレンジャーのミルマスカラス、日本、アメリカ、そしてメキシコで取り決められましたユナイテッドヘビー級のタイトル。もしジャンボ鶴田に勝ってメキシコに凱旋帰国ということになりますと、ミルマスカラスの株もさらにまた上がるでしょうね。そうですね、これはもうこのタイトルがね、メキシコでもかなり知られているタイトルだけに、その価値というものが非常に大きいですね、はい、さあ1本目の勝負、寝技に持ち込みましたがブリッジです、ブリッジです。その上に今膝を当てました。今度は反対、ロメロスペシャルか、ロメロスペシャルだ、ロメロスペシャル、ロメロスペシャル、ミルマスカラスのロメロスペシャル、釣り天井です。さあどうだ、意外な技、意外な技に持っていきました、ロメロスペシャルです。105キロ抱えましたね。そうですね、回転した時にうまく足をですね、はい、絡めましたね。そうですね、熱狂するミルマスカラスのファンです。よく返しました鶴田。ちょっと今鶴田の表情を見てましたが、非常に苦しそうな表情を見せております。さあ今度は反対にウエイトの軽いミルマスカラスに乗せようとする、自分の体を浴びせかけようとするジャンボ鶴田。今のね、釣り天井ですが、やや変形になって距離が短かったのでなんとか助かりましたがね、危ないところでしたね。本当ですね、まだまだいろいろな線のホールドを持っておりますミルマスカラス。さあ今度は足を取りました、また先攻撃です。ミルマスカラスの付け根、
足首のあたりをがっちりと握りました。ジャンボ鶴田、どうしてもタイトルを守らなければなりません。3回目の防衛戦、ユナイテッドヘビー級選手権者ジャンボ鶴田、197センチ115キロ、3回目の防衛戦。思い切ってね、この股だけをかけた方がいいですね。なるほど、マスカラスの足を奪うという意味でも大いに足攻撃がいいですよ。そうですね、ミルマスカラスの命は足ですからね。そうです、それを取りに行きましたジャンボ鶴田です。ジャンボ踏ん張れ踏ん張れ、鶴田いけ、試合の方は15分が経過いたしました。ユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合1本目の勝負、さあ両方の肩の下にミルマスカラスがぐーっと太い腕を投げ入れました。クロスしています。さあどういう風に持っていくか、おっとおっと首を突っ込んだが、両方の肩の上にミルマスカラスを乗せます。さあどういう技の展開か、どういう技の展開か、ミルマスカラスも かなり密着してますね。そうですね、綺麗に分かれました、綺麗に分かれます。非常にフェアな勝負です。鶴田ミルマスカラス、山田さんね、このミルマスカラスの過去は非常に謎の部分が多いんですけれども、まあ、重い口調で語ったところによりますと、マスクをつけたのは1967年、昭和42年だということを言ってましたね。まあ、メキシコのレスラーはですね、まあ、最初素顔ですぐマスクをかぶると言うんですがね、おっと今度はおっとジャンプ取れた、ボディシザースに捉える、空中で捉えましたね、モンキーフリップからの反対の技うまく捉えました。ジャンボ鶴田、そうしますとデストロイヤーと比較しますと、デストロイヤーはマスクをつけて、まあ、14年のキャリアがあるんですが、マスクマンという点ではデストロイヤーの方がキャリア上なわけですね。そうです、やはり大先輩ということになりましょうね、はい、そういうことでしょうね。しかも彼の場合やはりマスクをつけて、当時のロサンゼルス地区の世界チャンピオンになったというキャリアもありますしね、はい、そうですね、当時の WWE ですか、なかなかのシャレ男でございます。おっと力が入ります。ジャンボ鶴田、そしてミルマスカラス、マスカラスの密着プレー、これはベアハグになってますね。そうですね、しかし素晴らしい筋肉ですね、はい、こういう時のお腹に頭をくっつけました。そして両方の足を取りまして、今度は逆エビ、さっきはミルマスカラスが仕掛けられましたが、さあ逆エビの体勢に持っていくことができるでしょうか。マスカラスの吐く息が白く見えますね。そうですね、夏の大会、夏の試合とは思えません。ちょっとこれは横に揺さぶりをかけてますね、はあ、あそうですか、横への攻撃になりましたか、はい、さあジャンボ鶴田の両方の足を X 字に固めました。そしておっと鶴田の両方の腕を取ります。メキシコ流の複合技ですね。そうですね、やはりこれもあの変形のサーフボードですね、はい、メキシカンサーフボードストレッチとでも申しましょうか。メキシコ流の独特のサーフボードホールドでございます。特にもう全然ジャンボ鶴田としては足が X 字で膝が両方のキャンバスについておりますので力が入りませんね。ディフェンスのしようがないという非常に苦しい立場ですね、はい、このままでもちろんギブアップということもありえますでしょ、はい、こういう形になればギブアップする恐れは十分あります。本当ですね、とにかくあの膝とですね、うん、その相手の腕を狙ってですね、うまく攻めますね。本当ですね、そして相手の弱点をよく知ってますね、やはりこれがあのいわゆるマスカラス独特の粘っこい、はい、その寝技と言っていいんじゃないでしょうかね。なるほど、雨は完全にやみました。田園コロシアム、ミルマスカラス対ジャンボ鶴田のユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合、60分の3本勝負、1本目の勝負が非常に長くなっております。両者ともに決定的なチャンスがなかなか見出せないといった試合展開ですね。そうですね、まあ、むしろ今のところやはりあのマスカラスがですね、主に攻撃を仕掛けているという感じで、ちょっとジャンボとしては受け身に回ってますね、はい、試合は20分が経過いたしました。サイドのヘッドロックに取りますミルマスカラス、赤いタイプグリーンを基調にしたタイツとマスクであります。サイドのヘッドロック、さあ試合の駆け引き、突破口はどのあたりからほぐれますか。
両者今のところ一進一退、ややミルマスカラス有利。さあ今度はショルダースローに取りました。足が光って光りました。そしてサイドサイドスープレックス、サイドスープレックス、一本目のスープレックス、ジャンボするか、そのままカバーだ、どうだどうだ、おっとカウントは2回す、マスカラス返しました。ものすごい気迫ミルマスカラス、もう一回抱え込んで、今度はシミット式のバックブリーカー、滞空時間を長くして膝の上にミルマスカラスの背中をぐいぐいと押し付けます。さあどうだ、そのまま今度は2回目のピンホールだが、あっとカウント2跳ね返す、マスカラス跳ね返しました。しかし鶴田チャンスですね。そうですね、1本目この辺りは畳みかけるような攻撃が欲しい。今度はツイストに行きました、コブラツイストに入りました、コブラツイストに入りました、ジャンボ鶴田です。一斉にリングサイドの少年ファン、ちびっこファンがカメラを取り出しました。カメラを持った少年も最近多いですね、山田さん。そうですね、決定的な瞬間を狙おうとするちびっこファン、うまく腰に乗せてジャンボ鶴田を返しました。しかし腰のあたりをちょっとさすっています。さあチャンスだ、肩から当たるタックルでいった。さあ2回目のタックルだ、上樋口レフリーが両者を分けます、両者を分けます。コーナーに戻りました。さあチャンス、1本目の勝負、ジャンボ鶴田チャンス、エルボードロップ爆発、エルボードロップ、そのまま抑え込んだ、どうだ、あっと返した、マスカラス返しました、マスカラス返しました。ちょっと首を左右に振っています。鶴田がぜん有利、鶴田がぜん有利、サイドのヘッドロックロープに送る、そしてさあどうだ、フライングクロス、フライングクロスアタック爆発、もう一回フライングクロスアタック出ました、ミルマスカラス。そして今度は背中への攻撃だが、これは一種のストレッチですね。そうですね、さあものすごい攻撃だ、ものすごい攻撃だ、首にかかってますね、首にかかってますね。さあどうだ、我慢できるか、効いてますよ、我慢できるか、鶴田我慢できるか、刻々と時間が過ぎていく、刻々と時間が過ぎていく。さあどうだ、あっとカット、ギブアップですね、ギブアップ、ギブアップです。締め技にしてやられました、ね、足を利用しての花いじめですね。そうですね、ミルマスカラス一本戦勝でございます。マスカラス一勝でございます。やられましたね、これはね、メキシコ流の羽交い締め、はい、まあ完全に決まってましたが、一種のネックブリーカー、首折りですね、首折り、はい、あのまま我慢しますと首が折れてしまいます。なるほど、首も足も固めてましたね。そうですね、はい、見事な技でした。ミルマスカラス非常に危険な状態でしたね。本当ですね、まだ肩でゼーゼーと息をしております。ジャンボ鶴田、ユナイテッドナショナル選手権1本目の勝負、堂々ミルマスカラスが1本先勝でございます。勝負の方はいよいよ2本目でございます。山田さん、1分間のインターバルあったんですが、ジャンボ鶴田が首の根元あたりを押さえております、あの変形の首折りのダメージは大きいですね、おそらくね、あのタイムシリーズと言っていいでしょうね。そうですね、過去のミルマスカラスの来日で、山田さん、あの今見せました変形の首を見たことありますか？はい、初公開ですね。これはやはり秘密兵器を秘めてきたんですね。しかしね、ジャンボのあの丈夫な首をね、はい、あれだけ完璧にギブアップさせたんですから、まあ、大したものですね。そうですね、もう本当にあっぱれですよ。はい、前哨戦の時には回転エビ固め電光石火のローリングクラッチホールドによりまして、ワンホール奪っております。ミルマスカラス今夜は変形の首折りによりまして戦勝いたしました。さあブレンバスターか、ブレンバスター、鶴田のブレンバスターハイアングルです。決まりました、強引に抜き上げましたね、はい、そのまま覆いかぶさる、どうだどうだ、あっとカウント2で返す、マスカラス返す、しかし首を振る、何しろタイスコアにまでは持っていかなくてはなりません。3回目の防衛戦、もう1回ブレンバスター、ブレンバスター来ました、連続ブレンバスターです。さあどうだ、恐怖のブレンバスター2連続、そのままおーっと返した、底知れぬスタミナミルマスカラス、おっと今度はあースモールバッケージホールド、するとは危ない、するとは危ない、するとストレート負けが、すると危ない、肩がつきました。スモールバッケージホールド、またしても固めた、強引に固めます。さあ今度は鶴田が返すが、おっとミルマスカラスも返した、両者1回転、危なかった、危ないですね、危なかったですね。しかしどこでね、罠が待ってるかわからないですね。本当ですね、今日のマスカラス実にうまいです。はい、前哨戦の時にはあのスモールパッケージホールド、ジャンボ鶴田がミルマスカラスに仕掛けたんですよね。そうですね、うまくミルマスカラス返しましたが、今夜の本番
決着戦で見事にスモールパッケージホールドを見せました。本当にこのミルマスからただの男じゃありません ね、 そうですね、インサイドワークにも非常に優れたものを持っています。おっとこれはどうだ、今のはサイドスープレックス気味に、横に持っていきましたがね、手の入れ方はそうですね、ちょっとねあの汗で滑った感じがありますね、はい、崩れました両者、激しい機動り両者でやります。睨み合いが続きます。2本目ジャンボ鶴田1本取られました。変形の首折り攻め22分48秒8秒ミルマスカラス1本取っています。力の入る一戦になりました。ユナイテッドナショナルヘビー級選手権、こうなりますと山田さん、ジャンボ鶴田としてはうっかりした技は出せなくなりますね。そうですね、今日のマスカラス見てますと、はい、逆手と来てますね。なるほどね、非常に考えた技が多いですね。さあまたしても両方の足を取って X 字に固めます。そしてこれはまだキャメルクラッチには十分には入っておりませんが、顎の先端に両方の手を回しました。一緒のキャメルクラッチですね、キャメルクラッチ今そうですね入りましたね、ちょっと苦しい表情です。ミルマスカラス、何しろ山田さん、このミルマスカラスは覆面をしているだけに鶴田としても本当に表情が盗みにくいという、まあ、こういった点非常に気にしてましたが ね、 ねそれはありますね、しかしこのキャメルクラッチラクダ型のですね、はい、これも首から背骨かけての攻撃ですから、はい、ジャンボとしては苦しいところですね。そうですね、1本目は完全に首を痛めつけられました。ジャンボ鶴田苦い表情です。ちょっと苦しい鶴田、苦しい、おっとやっと振りほどきました。なかなか攻撃に反撃に転ずることができませんチャンピオンの鶴田。それにねこういう試合展開ですとね、はい、ジャンボがあのラフな攻撃をかけるね、タイミングが全然ないですね。本当ですね、まだおそらくあのエルボーの一本も出てないんじゃないですか、はい、さあリングの中央です。ミルマスカラスの左の膝にご注目、背中にがっちりと当てがわれております。非常に苦しい複合技の攻撃、左の腕動かせません、右の腕動かせません。ジャンボ鶴田リングの中央です。これまたメキシカンストレッチですね。さっきの逆からのフルネルソンですね。本当ですね、がっちりと体を浴びせますミルマスカラス。本当にもうこういう風な固め技締め技を見せられますと身動きが取れませんからね。そうです、次への技の展開が非常に難しくなります。あ、これでいくらか楽になりましたね。足のクロスが取れましたからね。なるほど、さあスタンディングポジションを取りますミルマスカラス、赤いタイツです。さあメキシカンストレッチに入ります。この足のフックの仕方が非常に微妙なんですね。そうです、ちょうどあの逆の方角から入ってますんでね、はい、ジャンボとしては非常に抜けにくいですね。そうですね、おっと今度は返した、切り返しました鶴田が、切り返しました。切り返すごとにレッツゴージャンボのお嬢さんたち黄色い声援を張り上げております。ジャンボの声援です。しかし1本目鶴田不覚にも変形の首折りでミルマスカラスから1本奪われました。このジャンボ鶴田のコブラツイストはどうですか、入り具合は。ちょっとねまだ反りがないですね。反りがない、はい、またしてもグランドでの展開、グランドコブラ足はまだフックされております。グランドコブラに入りましたがスッと立ち上がるかミルマスカラス。もう反撃ですね、反撃ですね、逆に今度はもうクロスした足の中に自分の足が入ってますからね、はい、しかしまあそれにしましても山田さん、そのセレモニーの入場式の時にテーマオブマスカラスのスカイハイ、テーマオブジャンボのチャイニーズカンフーと、まあ、プロレスの試合で音楽が使われているんですが、こういった現象を見ますと何かプロレスの新しい波が来たというような感じしますね。そうですね、まあ、それにこの戦っているマスカラスとジャンボを見てもですね、はい、新しいプロレスの時代というものはひっとね感じられますね、今日のこの夢の対決ミルマスカラスが先勝でございます。さあ大きく空中に持ち上げましたジャンボ鶴田、この体勢どっちが有利なんですか。これはねジャンボの首がちょっと決まってるようですね。腕の下に完全に入ってますね、苦しいですね。ジャンボが持ち上げているかのように見えますが、これはひょっとしたらミルマスカラスの方が有利かもしれません。さあそしてボディに両方の足をクロスしておりますが、あっとここで鶴田が有利になりました。ここで鶴田が有利になりました。
逆読みの体勢、おっとジャイアントスイングだ、ジャイアントスイング、ジャイアントスイング、何回転したか、ね、おお、ジャンボ君から珍しく見せました、ジャイアントスイング、これは苦し紛れに打った振り子の策かもしれませんね。そうですね、さあそして目が回っているところ、さあジャンピングニーカット、これは効いた、ジャンピングニーカット、ジャンボ君だ、さあチャンスだ、そして肩の上に乗せます、肩の上に乗せます、さあ飛行機投げ、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 さあどうだ、さあどうだ、目が回る、ミルマスカラス、おっとジャンプするかな、おっとおっとおっと、トップロープに上がった、トップロープに上がった、何をしてかすのか、何をしてかすのか、おウルトラシー、ウルトラシージャンボドラップ、ウルトラシーを決めた、さあどうだ、そのまま追いかぶせる、決まった、ウルトラシージャンボドラップ、見事に見せました、1対1、ウルトラシーを決めました、ジャンボ鶴田、ハイスコアにしました、鶴田、小谷がダメで1勝、鶴田、小谷がダメで1勝、1対1、取りましたね、取りましたね、ね、あのね、ちょっとね、あのジャンピングニーバットがね、はい、軽かったんですよ、それでね、ジャンボとしてはね、もう最後の手段ということでね、はい、ロープ最上段からのウルトラシーですね、そうですね、今ものすごい飛距離がありましたね、そうです、よく飛びましたね、そうですね、4メートルぐらいは飛んでおります、ジャンボ鶴田見事に返しました、1対1でございます。夢の対決はいよいよ3本目に持ち込まれました。果たしてミルンマスカラスかジャンボ鶴田か、ユナイテッドナショナルヘビー級選手権、ジャンボ鶴田にとりましては3回目の防衛戦、ゴーゴージャンボの黄色い声援、ミルンマスカラスにもアミーゴアミーゴというような声がかかっています。さあいよいよ山田さん3本目になりました、ダメージの方は両者どうぞ比較してみましょうか、ミルンマスカラスのダメージどうですか、空中からのですね、はい、ものすごいドロップキックのダメージが果たしてどの辺のものかですね、ちょっとここからじゃ分かりにくいんですが、ただあの心理的な面で2本目をですね鮮やかに取ったジャンボの方が有利だというふうに私は見たいですね、はい、チャンピオンのジャンボ鶴田には若さという特権があります。さあ両方の、いや左の腕を決めましたジャンボ鶴田、アームロックに入ろうとしております鶴田でございます。腕をかいくぐって今度はミルマスカラスの攻撃、それにしましても山田さん、チャレンジャーのミルマスカラス、まあ、日本は第2のふるさとだということを言っておりますし、全国的なファンクラブがありまして20万人のファンがいると聞いてますね。あーっとキャメルクラッチ、キャメルクラッチに入るミルマスカラス、3本目の勝負がぜん調子を上げてまいりました。しかしね、同じキャメルクラッチでもいろんなやり方がありますね。本当ですね、実に多彩ですね、もう身動きが取れません、ジャンボ鶴田、このキャメルクラッチで過去、ギブアップした選手は山田さんいるんですか。おりますよ、もう若い選手だったらこの一発ですね。なるほどね、ちょっと両方の手のひらが口にかかっておりますので、あるいは息も苦しくなるかもしれませんね。そうですね、強烈なキャメルクラッチですが、おっと今一瞬返しましたね、一瞬返しました、ロープの外に出ました、頭半分ロープの外、ミルマスカラス、さあ胸の内両者何を考えているか、3本目の勝負でございます、両者ともに飛び道具があります、手四つの体勢になりました、手四つの体勢になりました、さあ体がスルッとミルマスカラスの体がジャンボ鶴田の脇に寄りました。さあ怖いぞ、おっとメキシカンストレッチ、メキシカンストレッチ強烈です、足を返しました、そしてブレンバスター、早いですね、早いですね、ものすごいブレンバスター、ミルマスカラスが仕掛けた、大きく空中に乗せてボディースラム、大技を展開ミルマスカラス、さあフライングブレンバスター、喉元、喉元に炸裂、鶴田動けない、鶴田動けない、フライングクロスアタック、ドラッピング、ドラッピングできました、あっと鶴田が勢いで、おっとロープの外、ロープの外、ジャンボ鶴田はロープの外、ダイビングボディアタック、ダイビングボディアタック、場外に、さあどうだ、ダイビングボディプレスだ、相手が寝ておりました、ダイビングボディプレス、さあどうでしょうか、今鶴田が立ち上がってたんですか、半分立ち上がりかけたところでしょうね、はい、ダイビングボディプレスです、トップロープから飛びました、場外に飛びました、もう興奮のるつぼであります、田園コロシアム、お客様の椅子の中に、
転げ回っておりましたジャンボ鶴田のところへライティングボディープレス。おっと今ゴングが鳴り響いておりますが、あ、額を押さえてますね鶴田が。そうですね、ダイビングボディープレスを打った飛び込んだマスカースの方の表情はどうでしょう。もうファンにもみくちゃにされておりますのではっきりと分かりませんが、今正式なコールがマスカラス、リングアウト。おっと正式なコールですがマスカラスリングアウト。そうですね、ガンビスから5列を放棄しまいましたね。そうするとジャンボ鶴田が2対1で防衛できるんですね。そういうことです。はい、鶴田2勝2対1でこの時点で鶴田の防衛が今つけられておりますが、防衛でございます。それしましてもダイビングボディープレス勇気ある攻撃を見せましたね。そうですね、マスカラスとしてはねあそこでねチャンスと見て1か8かの大勝負を打ったわけですね、はい、しかしそれが裏目に出ましたね、はい、飛距離といい、それから、相手の焦点を探る感覚といい、まあ、見事に当たったかに覚えたんですがどうだったんでしょう。あ、はっきりといたしませんがボディープレスを打った瞬間どうなんですか、ジャンボ鶴田は体をどけたんですかね。はっきり分かりませんね。ダイビングあのボディアタックに行きましたね、あそこのところちょうどお客さんの陰でね、見えなかったんですが、はあ、おそらくジャンボは避けたんでしょうね。はい、そうですね、もうちびっこファンが大歓声を上げておりますのでもうはっきりと分かりませんが、まだどうですか。はい、松永さんどうぞ。ですね、客席の折りたたみの椅子の中にですね足が入っちゃって、そのダイビングしたそのまま足が入っちゃって折れたような感じですね。足がね、ニューマスカラスの足がお客さんの椅子に挟まれたと、こういうことですか。これは思わぬアクシデントですね。そうですね、思わぬアクシデントによりましてミルマスカラスがリングアウトを取られまして、結局ザンボ鶴田が2対1で3回目の防衛を果たした試合でしたが、これはミルマスカラスとしては悔やみきれない、諦めきれない勝負ですね。さっきからも、ね、何回も言いますがね、もうあのドロップキックでジャンボが右外に落ちた、はい、これはもうまたとないチャンスということでですね、マスカラスがですね、はい、まあ、本当にあの大勝負をかけたわけですね。あと山田さん、あとまだ左の足ですか、膝の足、今屈伸運動を行っておりますが、さあどうでしょう、ちょっと心配ですけれども、どうやら立ち上がりまして両方の肩を抱き合いました。あ、ジャンボ鶴田の方も命拾い、ミルマスカラスの手を挙げましたね。そうですね、友情の交換でございます、友情の交換でございます。あ、いい勝負でした。さあ3回目の防衛を果たした、かろうじて3回目の防衛を果たしましたジャンボ鶴田選手にユナイテッドナショナルヘビー級の、チャンピオンベルトが贈られました。そして日本テレビ杯がジャンボ鶴田選手に贈られております。勝利の盾も贈られました。しかし、まあ、勝つには勝ったんですけれども本当に白氷の防衛と言ってよかったんじゃないですか山田さん。そうですね、まあ、あのドロップキックで外へ出た、はい、あの出されてしまった段階ではですね、本当にヒヤヒヤもんでしたね。本当ですね、それにしましても本当に、マスカラスのテーマミュージックのタイトルにふさわしいスカイハイ、人間が空を飛ぶ瞬間を見せてくれましたね。それにしてもね、思い切った勝負でしたね。はい、日本のお土産です。まあ、結果的にはね、マスカラスにとってそれが裏目に出たわけですが、あのね、ファイトは褒め上げていいと思いますね。本当ですね、いいチャレンジャーでしたね。そうですね、本当にね、堂々たる勝負で敗れたんですからね、はい、これはもう思い残すところないかもしれません、はい、まあ、結果は結果で結局2対1で敗れたミル・マスカラスでありますが、祖国へチャンピオンベルトを持ち帰ることはできなくなりましたが、それにしましても最後に見せたダイビングボディープレスを見たこの田園調布に、田園コロシアムに駆けつけたちびっこファン、ますますこの夢が広がるんじゃないですかね。そうですね、まあ、もう一回ねこの対決やってもらいたいですね。本当ですね、本当に幻想的な覆面、華麗なるコスチューム、そして物の見事な空中殺法と素晴らしい試合を見せてくれましたミル・マスカラス。ジャンボ鶴田が白氷の防衛で2対1で防衛を飾ったわけでございます。まだ足を引きずっておりますミル・マスカラス。さあもうミル・マスカラスファンが、ちびっこファンがわーっとリングサイドに駆け寄りました。たたえております。あ、マスカラスの覆面をつけたちびっこファンが大勢いますね。親衛隊ですね、あれは。ちょっとこうなりますとどれがミル・マスカラスか分からなくなりますけれども、ミル・マスカラスの覆面をつけたちびっこファンが、チャレンジャーのミル・マスカラスを控室の方に連れ戻そうとするところでございます。いや、それにしましても東西の人気を分けました両者の対決、応援合戦も素晴らしいものがありましたが、ジャンボ鶴田が命拾いでこの勝負星を拾ったというところでございます。今
花道を戻りますジャンボ鶴田ですが、ちょっと苦い顔をしてましたよね。